へえ、クリスも来たんだ。仮面を外した君はおしゃべりが嫌いだったよね。何も話さなくていいからゆっくりしていきなよ。いや、チョウンさん、鍛錬の汗でも流しに来た？奇遇だね。実は私もそうなんだ。本当にすごい体してるね、リュフさん。その格好でも余裕で戦えそうだ。あ、失礼、なんかじっくり観察しちゃった。ああ、ごめん、見とれちゃった。元気さんって本当に綺麗だよね。いや、シュウソウさん、自慢の足を休めに来たの？まさか泳ぐ練習をしに来たんじゃないよね？ソフィーの錬金術はお風呂にも効能を足せるの？貧血を治すとか、青い血を浄化するとか。ごめん、行ってみただけ。クラフタの体って確か人形だよね。とてもそうは思えないな。可愛い人間の女の子にしか見えない。オーカさん、ゆっくりくつろごう。あなたはいつも張り詰めている感じがするから。で、私も人のことは言えないか。肩のそれ、かわいいね。リュリに見せたら喜びそうだな。同じものを作りたいから、よく見せてもらっていい？ドキツルさん、本当に入って平気？錆びたりしないか心配なんだけど、よかったら、後で拭くのを手伝うよ。いや、雪村さん。やっぱり赤が好きなんだね。私もそうだから、少し親近感が湧くな。いや、三成さん、私のことは気にせず、ゆっくりしていきなよ。たまにはお湯で表情筋を緩めた方がいいって。直虎さんって顔も体つきも綺麗だよね。いつも可愛くなりたいって言ってるけど、もう十分女性らしいよ。あれ、はやぶささんだよね。何度見ても戸惑っちゃうな。はやぶささんといえばあの覆面だもんね。あやねさん、ゆっくり休んでいきなよ。戦ってる時の動きすごい速いし、絶対人より疲れると思うんだよね。有馬さんがお風呂に来て安心したよ。いつも真面目に働いてばかりだから、ちゃんと休んでるか気になってたんだよね。ダリウスさんは鬼ね。こうして見ても普通の人間にしか思えないな。あ、普通よりはかっこいいかもしれないけど。いや、レグリナさん、魔人の娘もお風呂に入ったりするんだね。まあ、寛容の私が言えたことじゃないけどさ。いや、ミレニアさん、お湯のせいかいつもより顔色がいいね。そうしてると普通の女の子みたいだ。ノブニャガさん、猫なのに水が平気なんだ。あの黒猫も実は入れるのかな？それともやっぱりノブニャガさんが特別？
ウィリアムさんの体、傷だらけだね。それだけ戦い続けてきたってことか。うん、そう思うと立派な勲章って感じだ。いやあ、かすみさん、よかったら占いでも教えてくれない？元の世界の友達にやってあげたいんだよね。マリー、その髪型も似合ってるね。君ってやっぱりすごく女の子らしいな。なのにあんなに強いんだから恐れいるよ。あ、ほのか。うわぁ、なんていうか、リュウリュウもすごかったけど君はそれ以上だな。リオさん、ようこそ。いつもの大人っぽい雰囲気も素敵だけど、今の感じもすごく可愛くていいね。